もう書き込み容認です。もううるさいですだから試験中。Hello there! 始まりました。ボジェスチャンネルです。今回はですね、韓国のトイック公開テストですね、についてちょっと説明しようかなと思います。韓国の公開テストですね、まずまあ、いっぱい違いがあるんですよ、日本のものと。まず値段も違いますね。値段のフォローですね、こちらで出しておいてくださいですね。終わって、違うと。で、申し込みですね。日本もやっとネット申し込みになりましたね。韓国はずっと前からネット申し込みです。で、ネット申し込みで日本のものと、ね、違う大きな違いっていうのは、日本は会場を選べないですね。でも韓国は会場が選べるんですよ。自分で選ぶことができるので、そこがいいところですね、すごく。しかも3日前までですね、あと途中で値段変わるんですけど、ギリギリの時になると値段高くなるんですけど、それでも3日前まで申し込みができるので、かなりいいんですよね。で、まあ多分今もそうだと思いますけど、でほとんどが中学校です。何々中学校っていうのが、試験会場になってて、で1個のですね、教室に同じ人数です。基本的には同じ人数が入るようになってます。日本だと会場バラバラ です、ね、そこにいる人数もバラバラだったりするんですけど、基本的には韓国では同じです。で、本当にバラバラなので、いろんなことがですね、まあ、とにかく、まあ、公開テスト自体も韓国は月に2回ですね、土曜と日曜があったりとかですね、で、さまざまな回があって、土曜が昼で、日曜が朝のことが多いんですけど、ね、日本は朝の1時、あ、じゃあ、昼の1時ですけど、韓国は朝のことが多いですね、日曜の場合は朝になりますね。で、まあ、違いがいっぱいあるんですけど、まずですね、その会場に行くんですけど、日本は写真貼って行くじゃないですか。韓国のは写真をあらかじめネット上で上げます。それを試験官たちが持ってるんですよ。もう写真と名前ですね、一致させるので持ってるんですね。すごい加工した写真で、いた人もいてびっくりしましたけど、違う違う。はい。で、会場に行くと名前が書いてあって、どこどこです、教室とか番号とか書いてあって、前はね、最初受けてた生年月日とかも書いてあったんですけど、なくなりましたね。それで、ね、途中から多分嫌だって言った人がいたんでしょうね。で、僕の場合は外国人になるんで、アルファベット表記になるので、ハングル表記じゃないので、もうすぐに分かるんですよ。どうせ最後のエリアにいるんですよ。最後の 何人かが外国人になってることがほとんどなので、まあ、ほとんどというか絶対ですね。絶対外国人は最後に、ね、書かれているので、ね、この名前が貼られているところの後ろの方を見ればすぐに自分を見つけられます。で、場所が書いてあって、それに従って、場所と席が書いてあって、そこで行って座るんですけど、この辺も面白いんですよ。日本は音声チェックがされますよね。音声チェックわざわざこうやって、はい、ただいまから音声チェックしますっていうのに対して、韓国のはもうずっと音声流れてるんですよ。もう流れっぱなし。音声チェックが、かなりの長い時間ですね。ずっと流れてるんですよ。何回も何回も、パート2ですよ、のディレクションがですね、パート1とかパート2のディレクションがずーっと流れてます。はい。なんで、すごく面白いんですけど。で、まあ、回答用紙ね。回答用紙とかもそうです。アンケートって日本もそうです。答えなくていいんですよ。だから自分自身、韓国のやつもアンケートを書いてません。で、ね、で、名前を書くんですね。ただ、名前書くのにね、ハングル表記書かなきゃいけないんで、まあ、自分の場合は、留学時なんでわかるんで、ハングル表記書いてやってましたけど、まあ、多分、全然わかんない人をやらなくても、大丈夫だとは思います、ね。はい。で、いざ、実際ですね、試験を受けるわけなんですけども、この辺もまたバラバラです。本当にバラバラ。手順が全然違うんで。で、まずですね、携帯電話預けなきゃいけません。携帯電話なんか芯みたいなのがあって、で、携帯電話を入れる謎のですね、ケースみたいなのがあって、そこにスパスパス皆さん入れていって、やるんですよ、はい。なかなか面白いなって思いましたけど。で、他にもいっぱい違いがあって、で、まず、この、配られますね。問題配られたら、このシールで止められてるんですよ、日本っていうのは開けないようにですね。韓国の場合はシールで止まってません。だから、問題配られたらみんなもう問題を見始めます。で、問題を見る目的っていうのは、ね、そう、カンニング助長じゃなく助長っていうか、もう先に解くの助長するんではなくて、何かしらミスプリがないからですね、っていうのをチェックしなさいって言うんですよ。だからミスプリチェックしなさいって言って、で、そのチェックし終わった後はちゃんと閉じなさいって言うんですけど、まあ、無視しますよね、そんなのね。何人もですね、その閉じないでずっと見てるとかっていうのも、ありますし。で、
あ、そう、配るのもね、日本だとこう一人一人にこうやってですね、試験官が配るんですけど、普通に前の人からですね、前の人にボンって集められて、前の人がこうやって後ろには渡すっていうですね、すごくないですか。試験終わってからもそうですよ。あの、集めるときっていうか、試験官が一個一個集めますよね。韓国でやって一番後ろに座ってる人が集めてきますからね。学校みたいなの、本当に。で、その後ろに座ってる人がこうやって集めていったりとか、送ってるときはなかった気がしますね。一番後ろ集めてた気がしますね。とか、だからすごく違うんですよ。で、いざリスニングが始まって、あ、そう、リスニングはね、必ず上のスピーカーです。なんか前から出てくるですね、音が出てくるスピーカーなんていうのがあるんですね。上からで必ず流れます。で、そこでやり始めるんですけど、まあ日本と違ってもう書き込み容認です。ちゃんとルール聞いてると書き込んじゃいけないって言ってるんですけど、もう無視ですね。みんな線引きまくり、丸つけまくりです、問題用紙。だからね、これ世界的なテストって言うんだけど、比べられないよ、日本人とか黒人のそのトイックの点数って思うんですよ。彼らだってメモしまくりですからね。パート2なんて疑問詞聞こえれば答えが出る問題あるんですけど、疑問詞メモっちゃいますからね、彼らね。だからこれどうなんだ、もううるさいです、だから試験中、シャーシャーある。ですね、すごく言います。でももうこれ完全に容認してます。はい。で、それで、リスニングが終わって、そう、だから試験開始前に問題見ちゃうし、ね、問題には印つけまくりだし、それをどうなんで、過去で先生に聞いたんですよ、トイックの。ですね、多分、それを完全禁止とかにしたら、ですね、なんか文句が出るって言ってましたね。そんな、先生たち側から文句が出るとか言って、いや、そんな、いやいやいや、私たち日本では印つけないで頑張ってやってるのに、それどうなのって思いますけどね。はい。そんな形でやっていきます。で、リスニングが終わるとです、ね、チェックする人が入ってきます。あの、身分証チェックってあの試験の前にもあるんですけどです、ね、試験中にもあります。試験中にもリーディングの間にチェックする人がいて、めんどくさいです。これわざわざですね、その人のためにこう、なんか回答用紙をこうやって渡さなきゃいけないので、非常に厄介というか、集中しているのにこの邪魔されるみたいなですね、のが嫌です。はい、そんな感じで、で、まあ、リーディングでもみんな感覚でも線引きまくっていうのが、まあ、試験は行われ、で、終わって、そうですね、集めるとき、そうですね、後ろの人がこうやって集めていって、出して、それで終了するっていう感じですね。あと面白いのは、終わる途中の前に、はい、あと10分前ですとかって、日本だと言わないですけど、言います、韓国は。で、はい、5分前ですとか言って、はい、最後までマークしなさいっていうのがめちゃくちゃの試験官が。これがですね、なんじゃそれみたいな。日本でもね、一時期、あの、ディレクションズの放送の中に分からなくてもマークしましょうみたいなのが数ヶ月あったんですけど、やっぱ無理ですよね。終わんない人がほとんどなんですよ。なくなっちゃいましたね。で、韓国の場合は試験官が言ってるんです。はい、あと何分ですよ。ほら、最後までマークして、チェックしてよって言うんですよ。チェックしてください、チェックですね。マーク。で、分かんなくてもいいから全部マークしなさいっていうのが流れますね。はい、こんな形ですね、だいぶ違うわけですよ。で結果もね、日本は紙で受け取るのが当たり前ですけど、韓国は基本的に受け取らない人が多いと思いますね。前はね、なんか不正防止のためにバーコードが、そうです、バーコード入ってますね、あそこね、バーコードみたいななんか黒いラインが入って、それをでピッてやってやるとかっていうのが、噂というか、まあ、実際そうなんですけど、よく言われてましたけど、もう多分、あの、ネットでその、やるんだと思います。その YBM っていうところが管理してるんですけど、そのところの会社から多分トイックの点とかっていくと思いますね。だから自分自身がわざわざ、このスコアシート持ってったりとかっていうのはしないんだと思います。でほとんどのスコアシートですね、持ってないし、あの、アビリティーズメジャーってあるんですけど、ですね、どこのパートがどれぐらいできたかとかっていうのが書いてあるですね、パートがあるんですけど、そこも全部英語表記です。日本は日本語表記になってますけど、英語表記になってて、で、その日本英語表記で誰も見ないです。韓国は。気にもしないです。点数しか気にしないですね。で、この辺も日本とは随分違うなと思いました。あと、マークシートか。マークシート、日本は、で、非常に優しく縦長になって塗りやすくなってます。韓国のやつは全部丸ですね。はい。なんで、この辺も、違うなって思いますね。という形で、まあ、様々な違いがあるので、ね、受けるのは大変だと思います。韓国、あの、申請するのですね、ものすごく大変なので、多分、インターネットエクスプローラーですね、システムを使わないとですね、昔よく使われていたですね、まあ、今でも使われていると思いますけど、そのシステムじゃないと、今のところ多分申し込みはかなり厳しいんじゃないかなと思いますけど、はい。で、申し込みするのがまず大変だと思います。韓国できないと相当大変だと思いますね。はい、といった形で、あ、そうか、申し込みするときに、そう、自分で電話して、番号、
ゲットしなきゃいけないんですよ。そう、韓国の場合は韓国でそれぞれの人に、自分の番号があるんですよ。マイナンバーみたいにあるんですけど、それがないと受験できないの で、外国人はそれがないので、その代わりになる番号を電話して取らなきゃいけないので、その辺もなんですよ、受けるのには、かなりハードルがあると思います。はい、という感じで、今回はですね、日本のトイックと韓国のトイックの違いをちょっと説明してみました。はい。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.